沿山森林鉄道は、林野町長野営林局管内の長野県下稲郡、南品野村及び上村で運行されていた森林鉄道の名称である。最盛期には、総延長36.5キロの路線があったが、道路が整備されて、トラックが木材の輸送になうようになってから姿を消していった。廃止時点保存されている機関車車両は、最盛期には、機関車七両、 貨車242両、一貨輸送車5両を抱えていた。当初からディーゼル機関車を使用。ほぼすべての貨車が木材輸送用だった。旅客列車は便乗という名目で沿線住民の旅客輸送を行っていたが、遭難客の便乗も許可されていた。晩年には、北又、私ダムの建設資材運搬も行った。途中には13の停車場があった。ほぼすべてが、 林道に転用されている。翌2014年頃には車庫が完成。2016年には路線の付設が完了した。2017年に上高寺自然休養林にてナンバーワン27ともに生体保存されていた基礎森林鉄道の B 型客車の台車及び運在台車を引き取った。同年には林業遺産に登録されている。その後、 2020年には、客車の復元が完了し、以降は、乗車体験の際に使用予定である。680X679、開業当時は、木沢村と上村、円山森林鉄道と山で働いた人々の記録56から57ページ。南新州サイバーニュース。木沢で、林鉄を復元。南新州新聞社。 http://www.minamishinshu.co.jp/.news2004/.6/.5n3.htmhatcmynews。演算橋森林鉄道の車庫完成復元進める、会、16日活動報告。シナの毎日新聞社。 https://nano.shinmai.co.jp スラッシュニューススラッシュ newslistdetail id イコール1137北陸新幹線で移行。北陸新越観光ナビ。飯田の森林鉄道。念願の復元演算橋に周回コース。品の毎日新聞社。 http://www.hokurikushinkansen-navi.jp:/pc:/information:/sitepolicy.php ありがとうございます。